アストアイドルの元メンバー、ツインプラネット所属、愛媛県出身。2015年春、インターネット放送局、下北 FM の番組、アイドルライブ情報部からアイドルを誕生させるという企画から生まれたオープニングアクト専門のアイドルグループ、オープニングシスターズに所属。2017年9月18日にラストライブを行い解散した。 解散を控えた2017年夏、テレビ朝日、ラストアイドルの暫定メンバーオーディションに応募。暫定メンバーに選ばれ、8月13日第1回より出演。10月22日放送会で挑戦者のカンバラ、レーナに敗れたが、セカンドイニット、シュークリームロケッツのメンバーに選ばれた。11月26日放送会で、カンバラの活動自体により行われた。 清原リオとの敗者復活戦に勝利、暫定メンバーに復帰、シュークリームロケッツと兼任することになった。すべての対決が終了した12月17日の放送でラストアイドルの正式メンバーに決定した。2018年4月1日のラストアイドルの放送で、ユニット名ラストアイドルはレルスに変更になる一方、シュークリームロケッツがラストアイドルとして、 セカンドシングルの表題曲を歌うことが発表された。2021年5月31日、ラストアイドルから7月末で卒業することが発表され、卒業公演は7月25日に行われた。ラストアイドルで長月が敗れた回は、ジャッジに指名された吉田剛以外の3人の審査員が長月勝利の判定を下し、番組の最後にマーティフリードマンと、 倉玉由美が吉田に対して批判するコメントが流れるという異例の事態になった。長月は番組の開始前、初期の暫定メンバーに選ばれた時点からすでにファンの間でも非常に人気で評価も高く、そのことも相まって吉田のツイッターは炎上状態となった。フリードマンは月間エントメ2018年1月号のインタビューで吉田のジャッジについては、 今も全く納得してない胸のコメントをしている。しかしこの回よりも前に、長月が勝った回は、ジャッジ指名された、大月健二のみ長月に入れ、選ばれなかった3人は、対戦相手に入れていたという同様のケースが、起こっていたにもかかわらず、その回の最後に、その3人が大月に対して批判するコメントが流れる、とはなく、また長月が破れた回で流れたコメントでも、フリードマンが、 その件に触れることは一切なかった。なお、吉田も長月のことを評価していないわけではなく、敗北したことでアイドルを辞めようとしていた長月に、モーニング娘。の話をして辞めないよう説得したという。また、2018年2月14日に、ゼップ東京で行われた、ラストアイドルファミリー発のワンマンライブで、ソロコーナーで最も素晴らしいパフォーマンスをした。 メンバーとして長月を選んでいる。ありがとうございます。